すでに乗り越えた気持ちで歌う子もいれば、まだその事態を理解できていない子もいるっていう。僕の中では救いの曲です。気仙沼で本当に状況を見てきた子たちじゃないと絶対歌えない曲だなと思いがあって、子供たちの心の復興を目指して、彼女たちの笑顔を取り戻したかった。それを見ている大人たちも笑顔を取り戻せるはずです。できるならずっとみんなでこうして。